チャオ、あっちゃんです。今日はね、猫坊主さんからね、猫さんから人間へ今日の一言っていうのでちょっと面白いの見つけて、それをね読んでいきたいと思います。相手があなたを攻撃すればするほど相手は周りからの信頼を失っています。どのみち時間をかけて自爆しますってことでね、人を攻撃しようとして嘘をつくやつってどのみち、信頼を落とす時間かけて自爆します。人に嘘をついて、人にっていうかね、嘘をついて、スーパーで出来になってるとか言って嘘をついたり、女風呂に入ったとか、二股かけたとか、いろんな嘘ついてデマを流して、人のことを攻撃しようとしても、こうやって生き残ってるものが真実。いずれ自爆する。もうほぼほぼ自爆よね。もう完全に自爆して、嘘つきましたって謝罪して、でそれでもまだ暴れてガタ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 騒いで、ね、そんなことしとるバカみたいなやつもいっぱい、そのいっぱいしかもおるし、でそれを信じてアホみたいに書いてるやつらも結局信頼を失って、ああいうやつらはああいうやつら連中の中でしか生きていけない。その中でも信頼を失っていくってことになってくるんよね。でやっぱり最初はやっぱり人を攻撃しようってするやつらが集まって、人を攻撃する人を応援してやっていってるけども、実際蓋を開けるとだん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 信頼を失ってきてる。もうはっきり言って相手をしないようになってくる。だから一緒になって仲間で一緒に攻撃してた人たちさえダメだこりゃって気づいて離れて、そしてこちらに謝罪してくれる。それが真実なんよね。結局いまだに信じてる頭の弱いやつもおるけども、はっきり言ってね、人を攻撃するっていうことは何のためにするのか。相手を潰そうと思う、潰そうと思ってやると周りが見えなくなってくる。そして周りが見えなくなってくると、潰したいために手段を選ばなくなってくる。そう、嘘をつくんよね。平気で嘘をつくと、その時はいい、バレた時に一気に信頼を落としてしまうんよね。そうやって信頼を落として、誰からも相手されなくなる。時間の問題っていうことよね。で結局人のこと攻撃してるんだよかやとか、ね、あっちゃんも YouTube 始めてます7年やねんけども、まあ、7年ぐらい前から未だに粘着してカタ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 言ってるけど、もう今更なんて思ってる人もいてると思うよ。またもちろんそれを新たに聞いて乗っかる人もおるかもわからへんけど、もう今更この人何なのって思う人もいてる。その中でやっぱはっきり言って信頼は失ってきてる。でもやっぱりそこの中におらんと一緒に攻撃できへんからって言って乗っかってる人もおるけど、実際正直のところもう飽きてるでしょ。あっちゃんも飽きてる。言われすぎて飽きてる。っていうかそれを言ったところで、うちの視聴者さんはね、はっきり言ってその頃はその話を信じてアカン側の方に寄った人もおったけども、今更その話を聞いて信じる人っていてないよね。それだけ古い情報なんてものは所詮デマを流してるだけのこと。それが真実で本当にこっちがやってるんやったら、もうとっくにこっちっかがねお縄になってたり、潰れてたり、やっぱりそうやってね追及されておかしくなってたりするけど、全く何もないよね。ほんで向こうが言ってくるのは何かって、こっちはこんなこと言うてる、嘘ついてるってね、まあ、嘘ついてないってなったら証拠出せ証拠出せって言うんよね。ね、人に証拠出せ証拠出せって言うけど、証拠出せって言うやつに限って犯人って菅田将暉君がね言ってるでしょ。なんとかでことなかれってやつ。ちょっと忘れちゃったよ。どこやったっけな、ちょっと名前忘れた、なんとかなかれってやつ。ない、消しちゃった。結局ね7年やってきて、で実際やっぱりこうやってやれてるっていうのはね、それなりの覚悟とこれなりの真実でやってきてるわけよ。でもちろん YouTube なんてものは真実だけじゃない、エンターテインメントなところもあるし、やっぱり人を楽しませるっていうところもある。でその中で真実だけでは面白くない、で真面目だけでは面白くない、いろんなそういうねバカなこともやったりする。そうやってみんなと楽しんでる
ね、楽しんでもらってるからこそこうやってやり続けられるんやと思うねんね。それに対してやってるコンテンツを否定したり潰すことってバカでも猿でもきもうね、まあ、なんていうかな、もうゴミ虫でもできることなんよ。でも実際何もないところからコンテンツを生み出して配信するって結構難しいことやねん。それを簡単におもろなって言って潰す握り潰すことってバカでも誰でもできんのよね。じゃああなたがやってみたらできへんわけよ。で結局あっちゃんもう最近は言わんけどね、偉そうなことやったら自分で配信やってみって言うんだけど、ようやらんのよ。なんでかって言ったらそんな頭がないから。だってな、何もないところから無から生み出すっていうのはどれだけ難しいことか分かってんのよ。だから生み出したもんを潰すことなんて簡単なんね。はっきり言ってね、もうここにね100均のキッチンタイマーがあるんだけど、これの欠陥探そうと思ったらいくらでも欠陥できんね。でもこれ何もないところから生み出すことって難しいよね。だから何でも否定するっていうのはバカしかしない。それを否定するんじゃなく、使い勝手の悪いものをいかに自分が使えるかのように、どうやって使ったら一番使い勝手いいのかっていう使い方を生み出さないといけん。だからあっチャンネルがおもろないんやったら猿か、あっチャンネルをどう楽しむんかっていう楽しみ方を生み出して楽しむ方法を選べるのか、そうか、おもろなければ猿、どっちかやねん。粘着しておもろないおもろないおもろないっていうのはアホでもできるし、おもろないって言ったところで何が始まる？何も始まらないんだよね。はっきり言って時間の無駄なことをしている。そうやって相手を攻撃していることによってほんまに信頼を失ってくる。だからバカなんじゃねえのって思われるんよね。であまりにもひどいことするとこっち側がね裁判をかけたし、はっきり言って負けます、あなたたちは。でも、まあね、あっちゃんもそうやって関わるのも時間の無駄やしお金の無駄やかしてへんけども、いずれやらなあかん時は来るかなとは思ってるんやけどね。本当にね、攻撃したらするだけ信頼を失うよね。あっちゃんは攻撃されたから、降りかかる火の粉を払いのけてるだけやねんね。今日ちょっとコメントがあってね、クッソみたいなコメントがあったんやけど、ね、それまたね、晒していいと思うんでやろうかなと思うんで、この後どっかで配信すると思うんやけど、この後撮ろうかなとは思っとんねんけども、本当にね、頭の弱いやつっていっぱいおるなと思って、ほんまにね、なんかおかしなやつがやっぱこの世の中多いわ。うん、やっぱりね、なんていうのかな、何でもかんでも否定するって簡単やねんね。人がね、ひどいことされたから、それに対してあっちゃんは鏡を立てて、で、ミラーリングをする。それに対してまた鏡を立てんだけど、そこに映ってんのはあっちゃんじゃないよ。その人のバカさ加減を鏡というか壁に映してるんよね。ほんま情けないよ。だからそこは完全にあっちゃんまた、晒していいと思うでやったろうかなとは思ってんねんけどもね。結局だからそれをあっちゃんが解説することによって、その人の頭の悪さをね、また露呈する。そういうことでそういうこと書いた人の信頼を失ってしまうよね。見事にね、吠えたら吠えるだけ恥かくのよ。そこのところはやっぱりこっちはまともにやってる。はっきり言って誰に迷惑かけることもないことをやってる。だからそれを否定してきたら、その否定返しをすることによってその人の信頼を失うね。失った信頼を取り戻そうでまた吠えんねんけども、吠えたら余計に自分の信頼を失うよね。そこが分からへんっていうのが頭が悪い。頭のいい人はアンチなんてしませんっていうことでね。本当にね、猫が言うぐらいね、人間じゃなく猫が言うぐらいバカげたことで、猫が言ってる、相手があなたを攻撃すればするほど相手は周りから信頼を失っています。どの道時間をかけて自爆します。猫が言ってね、本当に猫に言われるぐらい情けないことです。気をつけましょう。ということで、あっちゃんの今日のお話良かったよと思ってくれたら、高評価、応援、コメント、チャンネル登録よろしくね。ではまたね、バイバイ。